謝していただきます。見てわかる通り今回の動画はベイブレードネタです。というわけで、ね、僕ね今までねベイブレードでゴマを吸ったりとかベイブレードはローションの上で回るのかとかね結構ねベイブレードネタをねやってるんですけれども、今回はですねベイブレードのスピンを利用してここのねベイブレードの底に絵の具をつけて下にね紙を引いてシュンシュンシュンって引いてね芸術的なね絵をね描いていこうと思います。最初はですね牧地でねやろうかなと思ってたんですけれども、ちょっと部屋が牧地まみれになるとねだるいので今回は絵の具でやっていきたいと思います。ここにね5種類のねベイブレードがあるので5色のね色を使ってね描いていきたいと思います。たまにこんな絵がこんなに高いのみたいな絵あるじゃないですか、味のある絵。今回はねその味のある絵をね意識してやっていきたいと思います。いくぞ、せーの、キャルダガマーキャルダー。それではね、早速やっていきたいと思います。とりあえずね、この机に新聞紙を引こう。OK! 僕のね、ベイブレードのスタジアムはですね、スポンサーにペペがね、ついてまーす。そしたらね、パレットにね、5色の絵の具をね、出していきたいと思います。何色にしよう。ピンクとかいいよね、ピンク。じゃあ、ピンク1色目入れよう。ピンク、赤色。黄緑。黄色。最後青色。なんかこれだけめっちゃでかいんだけど大丈夫かな。オッケー。紙はですね最初ね牧地でやろうと思ってたからこの書道のね紙でやっていきたいと思います。いやー画用紙買ってくればよかったな。絶対芸術的な絵になるわ。まずはバルキリーにね青色をつけまーす。いきます、3、2、1、ゴーシュート。おお、いいぞいいぞ、かけてるかけてる。ちょっとわかりづらいけど、かけてるかけてる。いい感じいい感じ。次はヘルベウス。緑色をつけて、いけ。ディフェンスタイプだから全然回らん。次はストームスプリガン。赤色をつけて、よいしょ。次はダークデスサイザー。ピンクをつけて、はいや。うおーすげえ。いやこれいいぞ、これいいこれいい。次はですねライジングラグナルクをね使います。黄色をつけてー、ファイヤー。もうガンガンいこう、もうガンガンいこう。青色、ピンク、はい、20分ぐらいね、あれからね、ベイブレードをね、めっちゃやって、完成した芸術的な絵が、こちら。ちょっとね、まあ、オシャンティーな部分もね、ありますね。この辺めっちゃ綺麗。この辺。この辺が一番綺麗かなって感じ。まあ、こんな感じにね、完成したね、絵なんですけれども、結果から言うと、本当にね、微妙。もう微妙の他ね、言葉が出てこないっすね。今回の動画はですね、ベイブレードのね、そこにね、絵の具をつけてね、紙を引いて芸術的なね、絵を描くっていうのをやったんですけれども、まあこんな感じっすよ。こんな感じ。綺麗っちゃ綺麗なんだけど、ちょっとね、微妙って感じがね、しました。この絵欲しい人いたらコメント欄にね、書いといてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、ベイブレードネタね、やりたいので、もしね、なんかあったらコメント欄にね、面白いネタあったら書いといてください。せーの、また見てね、ボボボボーン。